皆さんこんにちは。 PSO2 実況第94回、今回はね、やってまいりました。私の大好きなねストーリークエスト、エピソード3、灰に濡れた伝承に行きたいと思います。じゃあ行こうか。今回はねジューンブライドってことで、ウェディングドレス、本当は純白のドレスにしようかなと思ったんだけどね、合わせてみるとなんかかなり黒がいい感じだったんでね、黒にしました。赤と青とグレーはいまいちだった。白か黒かどっちだ、合わせてみたら黒の方が良かったんでね、黒にしました。琴白さん、何が起きてるの？黒の民が再び攻めてきた。白の王は妖撃を指示し、自らは城の中にこもったという状況だ。ま、逃げ出さなかっただけマシじゃな。今代の城の王は筋金入りのふぬけだ。臆病すぎてからかいがいがない。城の民どもはただ黒の民が攻めてきているだけと思っているが、状況はそれよりもちとまずい。封印強化の陣を敷いている最中ゆえに、このままだと真月にも影響が出る。あの不気味なわらしとしてはおそらくそれが狙いなのだろうよ。ゆえに思い通りにはさせん。それは手伝うようでしょう。そのためにハルコタンにアークスは来たんでしょう。手伝うよ。呼吸とはこのことじゃな。さて、封印強化の6号艇陣を敷く場所はあと2つ、一つ一つ回っている余裕はない。故に手分けして回りたい。片方はわらわと琴白、もう片方はそなたがじゃ。え、でも私たちその陣の敷き方とかわからないよ。案ずるな、手は考えてある。それは術で作ったわらわの分け身、玉姫とでも呼ぶといい。分け身とはいえ思考は独立しておる。二人ともよろしくなのじゃ。何かあったら玉姫に伝えよ。それでわらわにも伝わっておる。では行くとしよう。ではこちらも行こうかの。我らの目的地はこっちじゃ。お、始まった。正気、二人ともあまり触れてはならん。屋根伝いに進むのじゃ。なるほど。ん？そこか？どこだ？ん？そっちか。あれ、どっから来た？あれ？ああ、なるほど。いきなり迷子になるとか。おーおーおおお。というかね、
あ、なんか会話イベントかな。ねえ、玉姫ちゃん、ちゃん付けするでない。わらわはスクナ姫と同一の存在だ。きちんと呼び捨てにせよ。あ、そうだよね。ごめん、玉姫ちゃん。もうよい。して、まといの聞きたいことは、まがちのことでよいか。よくわかったね、玉姫ちゃん。さすが、スクナ姫の分け身だね。なんでじゃないかはわかるのだが、こう立て続けると、からかわれているようにも思えるの。さて、まがちとは、星を滅ぼす最悪のこと。嘆きと慟哭より生まれた最悪。正の反対の意味を持つ、まがちの影。白と黒を滅ぼし、星を滅ぼす。それを鎮めるために、わらわがいる。灰の巫女、スクナ姫だな。星を滅ぼす最悪。なんだか、それだけ聞くと。だよね。星に封印されているっていうのも、なんだかダークファルスみたい。ダークファルスというのは、あの黒いわらしを指しているのか？案ずるな。ヤツとマガツは別物だ。ただし、本質的には似ているのかもしれんがな。本質的？規模の違いこそあれ、嘆きや悲しみなど負の感情より生まれいでしものは決まって人に牙を向く。人から生まれたものであろうとも、人を滅ぼしたくなるほどに醜いのだろうな、負の感情とは。障壁が邪魔か。なんだって。灯籠を探すというこの近くにあるはずじゃ。灯籠を攻撃し浄化すれば正気も消えるし、障壁も消える。あ、灯籠。あれ、違うの？あ、こっちか。ん？あ、来た。どこ？あそこか。もう一個あるね。ああ、あ、ジャストアタック失敗した。開いた開いた。よし、これで OK。 グラインダー武蔵は拾っとこう。こっち登れないのか。あ、そういやさ、今回のマターボードをね、進めるにあたってね、なんていうの、ハラタピコーダとかっていう、あのおもちゃのダーカーがね、全然出なくて2週間さまよったんだよね。まあ、2週間さまよったっつっても、私週末しかやらないからね、2週間さまよってないわけだけど、多分ね3時間か4時間ぐらいさまよったんじゃないかな。そんなに出ないもんかね。よっぽど運が悪いの、私の。
これだ。もう2週間越しぐらいですよ、ようやくストーリークエストにこぎつけたの。すげえ最初にね、テンション高く私の大好きなみたいなストーリークエストとかって言ったけどね、まあ背景にはちょっとそういうことも あったりね。あ、来るの？あ、違う、普通に黒の民か。分け身では感知にも限度があったか。二人ともわらわの本体が来るまで持ちこたえてくれるか。マジかよ、雑魚キャラ私たちに任せて。にそんなに接近許すほどの感知って大丈夫かよ。それ完全にスクナ姫と同一の存在じゃないだろう。あーって危ねえ、あいつのお札意外と痛いんだよ。あ、結構向こうの方から次から次に出るのか。あー、ちょっとでかいのいっぱい出てきたね。開いた。あと2匹ぐらいだ。あれ、まだ出るの？あー、意外と嫌いなのが。ふう、今度こそ行った。あ、マジでまだかよ。よし、行ったか。あれ、長えな。今度こそ。行ったか。行ってねえ。おお。私の大嫌いな。ちょっと先にこいつを、このビリビリマシーンとミラージュマシーンとも。あいた。やっちゃった。あー、引かれる。あー、引かれた。あいけ、縮小。
あ、残り1体。ついに残り1体か。おっ、あ、それ何、あ、燃やすやつか。あのモーションとさ、なんか衝撃感みたいなの出すやつと、燃やすというか炎を出すモーションが似てて今一つ分かんない。フィーバー使おうかな。フィーバーしちゃう。あれ、あ、そんなに、あれなんだい、判定そんな長いのか。それ燃やすやつだよね。あ、しまった。あ、やっちゃった。やばい、調子乗った。フィーバーだからと思って調子乗っちゃった。やっぱ欲張るとまずいね。イエイ、なんかアイテムちょうだい。というかあいつレベル60もあったのか。意外とタフだったもんね。というか車輪でずっとあれかな、ゴロ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 走り回ってるやつだから体力ももともと高いとかそういうのあるのかな。あ、なんかあんなに一生懸命戦ったのに。やれやれ、間一髪じゃ、なんとか間に合ったの。本物が来た。スクナ姫、琴城さんの方は大丈夫なの？あちらはほぼ敵もおらなんだ。陣を敷くのも容易だった。その分、こちらに敵戦力が集中していたようじゃが、二人のおかげで守り通せた。二人とも感謝するぞ。そんな、いいよ。それより早く儀式を。ああ、わかっておる。待ってたよ、この時を。ま、来た。君が来るのを待ってたよ。ワッチアウト。なんじゃ、何が降ってきた。あれ、避けられちゃった。あら、避けられちゃった。でも、まだまだだよね。うん、まだまだ、逃がさないよね。あ、また来た。娘、私はバカにして
私のことを知ってる。私もこの人を知ってる。頭が。調子に乗るなよ、黒い嵐。わらわの邪魔だけでなく、わらわの友を苦しめるか。わらわは灰の巫女、スクナ姫、この星の巫女であると。なめるな、コワッパ。この身を代わりの草木とし、負を払う結界。結界陣は発動せん。わらわは認めぬ、拒絶する。灰を集え、安寧をかたどれ。いざ万物よ、ことごとく払われん。二人とも無事であるか。うん、おかげさまで。ありがとう、スクナ姫。でも、そうか、わかるか、マトイ。半端な状態で封印を行ったがゆえ、マガツの一部が漏れ出てしまった。あ、そういう流れなの。やれやれ、ここからが難儀じゃな。久々の重労働となりそうだ。ごめんなさい、私を助けるために。友を助けるためだ。わらわにためらいはなかったぞ。だから気にするでない。なんだかおかしかったね。おかしいね。あれはどうしてミコを狙わなかったんだろう。あの子に恨みでもあったのかな。ちょっと面白いかも。あの子に因縁でもあったのかな。ちょっと面白そうかも。でもまあ、今はまだいいかな。そうだね、まだいいね。目的は達成したし。お金お金、よし、これで終わりか。なんか長かったね、思ったより。よいしょ、終わった。よし、じゃあね、今回は私の大好きなストーリークエストやりました。今回はこれで終わりたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。